腸活の専門家である私が普段食べている食事、今回はある一日の夕食のメニューについてお伝えしていきますね。この動画では今からその私のメニューと動画の最後でその簡単にできる痩せる腸活レシピをお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。ではポイントです。もうとにかく腸内環境が整う食事かどうか、もうここにつきます。なぜかというと、例えばあなたがもうどんなに頑張っててもなかなか痩せないということであれば、それはあなたがお悪いのではなくって、あなたの腸内環境が悪いから、いくらこう頑張ってもいつまでたってもこうなかなか長期的に痩せることができないですね。でそれはなぜかというと、腸内環境悪いイコールデブ菌と呼ばれる悪玉菌が多いわけです。そうなると太りやすい食べ物がすごく食べたくなってしまったり、でまた痩せ菌が少なくなっているわけですから、そのもともと痩せ体質にもなっていないから何をしても痩せることができないということなんですね。じゃあどうすればいいのか、今からご紹介する私が普段食べているような腸内環境が整うお食事をとっていただくと、あなたは結果自然と痩せ体質になって痩せることができるんですよ。では早速ご紹介していきますね。その腸活メニューのポイントはこちら、孫は優しいです。これはいろんな食材の頭文字なんですね。まは豆類、ごはごま類などごなつけ、わはわかめなどの海藻、やは野菜、さは魚、しはしいたけなどのきのこ類、いは芋類です。でこういったのがあなたがその1回の食事をとるときに全部入ってるかな、極力全部入ってるかなっていうのをやっぱチェックしていただきたいんですね。そこで私が夕食に食べたのはこちらです。キムチ鍋ともやしのナムルです。でこの材料が全部私ここクリアしてるんですね。キムチ鍋に使うコチュジャンが、発酵食品ですし、まただしにプラス、その鍋の素プラス昆布といわしだしを入れたことで、この海藻とお魚が取れてるわけですよね。であとは豚肉、豆腐、あとお野菜、えのき、里芋ということで、えのきが椎茸類ですよね、きのこ類、里芋が芋類で、あとはこういったお野菜はもう全部野菜ですし、であとごまはこちらなんですけどね、もうここでまは豆類だから豆腐ですよね。これ全部もうほぼクリアなんです。でここをチェックした時に私が、あ、ごま系がここに入ってないなと思って、後からこの鍋にすりごまとかかけても良かったんですけれども、そうだ、もやしがあるのでもやしのナムル作ろうと思って、一品添えたわけなんですね。でそれがこちら、もやしのナムルで使った材料はもやしとごま油、天然塩、すりごま、醤油プラス海苔は好みでということで、後からこの作り方をお伝えしてきますね。これものすごく簡単で美味しいんです。もう私、娘が一人おりますけれども、もうその娘もねこのメニューすごく大好きで、もう毎日お弁当のおかず入れてって今頼まれてるぐらい、もうこれめちゃくちゃおすすめの一品なんですね。でこれは実は私 の大好きなクライアントの方のお一人がですね、先生これ簡単で美味しいからねおすすめですよって教えていただいたレシピなんですね。でも本当簡単で美味しいので、ここで皆様にシェアしていきたいと思います。では早速材料と作り方お伝えしていきますね。材料です。もやし1袋、ごま油大さじ1、天然塩小さじ1/2ですりごま大さじ2、醤油、また焼き海苔ですね、お好みでちょい出ししてください。で今回私はちょっと海苔を切らしておりまして、お写真の方には海苔は載せてませんけれども、普段海苔がある時は海苔もかけます。ただ醤油は私はもうお塩で十分な味なので醤油を使うことはあんまりないですね。たまにちょっと味変えようかなって思う時には醤油を足して作っております。では作り方、さあ簡単ですよ。まず耐熱ボウルにもやし1袋を入れます。でラップをかけずにそのまま電子レンジ600ワットで約2分チンしてください。そして取り出しましたら以上の材料を混ぜてあえるだけ。もうこれだけです。もうすっごく簡単なんですね。で私はこの辺りよく混ぜたいので、別のカップにごま油とお塩とすりごまをよくこう混ぜ合わせてからかけますけれども、別にそのままねかけてわーっとこうあえてもいいと思うんですね。もう全然 OK です。
でも本当シャキシャキしててですね、もうこのごま油とごまの香りがものすごく良くて、もう本当におすすめなんですね。あなたも何か一品欲しいなっていう時は、もうこのもやしのナムルでチーン混ぜて、以上みたいなね、こんな形で一品付け加えてみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今お伝えした私このメニューはですね、普段からよく食べるんですよね。でまた私が取り組んでおりますファスティングプログラムの時は、全部の準備食の時は、ね、やっぱりちょっとお肉系をお休みしていただかないといけないので、豚肉をやめてお豆腐で食べてくださいねということでお伝えもしております。でこのファスティングや腸活にご興味ある方は詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、直接登録後私にご相談くださいね。遠慮なく、おっしゃってください。一つ一つ丁寧にお答えしております。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。私とても励みになっておりますし、嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。